1923年のアイルランド内戦時のディペラリー旅団の義勇兵。1920年、憲法18条の改正によって、禁酒法が制定されたことで、酒と密造酒が廃棄される。中断、女性参政権を求める運動は、多くの国で女性に投票する権利を与えた。最初に、アメリカ野球伝道入りを果たした5人の中の1人で、あるベーブルース。 1927年に、ニューヨークから、パリの間の大西洋横断飛行を、単独無着陸飛行で成し遂げたチャールズ・リンドバーグと、スピリット・オブ・セント・ルイス号。下段、1927年に始まった、国境内戦時に、三島省に陣地を置く、中国高能高軍。1922年のローマ新軍時のベニート、ムッソリーニとファシスト等の黒シャツ隊。 1929年の大暴落後でウォール街に集まる軍衆。この大暴落は世界恐慌をもたらした。1920年代は西暦1920年から1929年までの10年間を指す10年期。第一次世界大戦の特殊にアメリカは大いに湧いた。アメリカ経済は空前の大繁栄を遂げ、 戦前の債務国から世界最大の債権国に発展した。世界経済の中心はロンドンからニューヨークのウォール街に移った。大衆の生活は大量生産、大量消費の生活様式が確立する。一般には黄金の20年代と呼ばれ自家用車やラジオ、洗濯機、冷蔵庫等の家電製品が普及した。1920年には女性への賛成権が、 与えられるようになった。ベイブルースによる野球人気やチャップリンの映画、黒人音楽のジャズなどのアメリカ的な文化が開花した。一方で1919 19年に制定された禁酒法によってアルカポネなどのギャングが夜の帝王として街を支配するようになった。1919年までの日本は第一次世界大戦の特殊契機で戦意、造船。 製鉄などの製造業や海運業が大いに発展した。戦争に乗じて欧州諸国の市場であったアジアに商品の販路を広げた。これらの理由により輸出が大幅に伸びて日本は米国同様に債務国から債権国に転じた。この後継期を背景に東京や大阪などの大都市で百貨店が営業を始めラジオ放送や 雑誌の創刊が行われた。1920年代に入ると、大戦景気の反動による不況をはじめとして、関東大震災での震災強行、金融強行など、経済的な苦境が続いた。都市の中間層の増大は、対象デモクラシーと言われる、政治上の主張として現れ、一般大衆の選挙権を求める運動が盛んとなった。 本格的な政党政治が行われ、一方では社会主義思想が広まって、労働葬儀や尾崎葬儀が相次いだ。中国では軍閥が拡挙し政治的な混乱が続いた。咀嚼地において列強による植民地支配が行われた。上海が的あるいは東洋のパリとも呼ばれナイトクラブ商ビジネスが繁栄した。国際社会でも軍縮平和の動きが広まり、 国際連盟が成立した。ヨーロッパでは、パリ講和会議に伴うベルサイユ体制が、アジア、太平洋では、ワシントン会議に伴うワシントン体制が成立し、1930年代、中盤までこの二つの体制が戦艦期の国際秩序を維持することになる。世界初の社会主義国家である、ソビエト社会主義共和国連邦の成立もこの時代に、 大きな影響を投げかけた。これに倣ってドイツやハンガリーで社会主義革命の動きは見られたが政権は長続きしなかった。ソ連もコミンテルンを通じて世界同時革命を掲げたがその指導者であったトロツキーが失脚すると一国社会主義を唱えるスターリンが権力を握り方向を転じることになった。アメリカの経済的反栄とそれによる 資金援助により、ヨーロッパ各国は1920年代後半には相対的な安定期を迎えた。ロカルノ条約やパリフ戦条約が結ばれたのもこの時期である。しかし1929年に世界恐慌が発生すると世界情勢は一変する。植民地や資源を持たぬ日本、ドイツ、イタリアとそれらを持つイギリス、フランス、アメリカとの対立が 激しさを増し、世界恐慌は、アメリカの経済失策が原因だったが、それをなすりつけて、日本、ドイツが悪いと名指しし、経済封鎖したことから対立が、本格化し、日本、ドイツ側は激怒するとともに、それを打開するために、再び戦争の道へと足を踏み入れることになるのである。政治哲学と、思想文学芸術ファッション音楽演劇と、映画科学探検注釈出典 ありがとうございます。